令和元年5月12日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、野焼き支援ボランティア活動20周年記念祭が開かれました。まず記念式典が行われ、大勢の野焼きボランティアらが参加。オープニングセレモニーとして、南阿蘇太鼓の子どもたちによる和太鼓の演奏があり、阿蘇グリーンストック理事長の佐藤義興阿蘇市長が挨拶し、野焼き支援ボランティアの活動を称えました。そして、蒲島県知事や環境省九州地方環境事務所長、牧野組合の代表らが祝辞を述べました。この20周年記念祭は、野焼きボランティア活動が20周年の節目にあたり、これまでの活動を称えるとともに、広く一般にしてもらおうと行われたものです。式典では最後に、これまで阿蘇の野焼きを支えてきた野焼き支援ボランティアの会に対して、阿蘇草原再生協議会から感謝状が贈られました。また、1日を通して駐車場などではマルシェが開かれ、出店やクラフト体験、子ども広場などが設けられ、クラフト体験では訪れた親子が竹を削って竹とんぼ作りに挑戦していました。阿蘇グリーンストックによりますと、現在野焼き支援ボランティアに登録している人は、熊本県内をはじめ福岡などから900人が登録していて、会員は野焼きの下準備のわち切りや野焼きなどに年間120日ほど活動しているということです。